これは平家物語の一節で、時の権力者平清盛と二人の美しい白拍子の物語です。清盛は舞の上手な義王を深く愛していましたが、同じく舞の上手と評判の仏が面会を求めてやってきます。清盛は怒って追い返してしまいます。それを知った義王は仏を哀れに思い、清盛に取りなします。清盛はしぶしぶ承知して、二人を呼んで一緒に舞うように命じます。このシーンは曖昧と呼ばれ、二人の白拍子がシンクロして舞う幻想的なシーンです。ところが若く美しく声も艶やかな仏に、清盛はたちまち魅せられ、義王を屋敷から追い出してしまいます。それを申し訳なく思う仏、義王は仏門に入り、京都奥佐賀にある現在の義王寺で21歳の生涯を閉じたそうです。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。Thank you.